57年前、旧清水市で一家4人が殺害されたいわゆる袴田事件で、死刑が確定している袴田巌さんの再審やり直し裁判で、弁護団は5点の衣類の実物を法廷で公開し、捏造以外にありえないと主張を展開しました。袴田巌さんのやり直し裁判は昨日4回目を迎え、検察側が改めて犯行着衣と主張した5点の衣類のうち、ズボンと捨ててこの実物が法廷に示されました。事件から1年2ヶ月後に現場の味噌タンクから発見された5点の衣類について、弁護側は、1年以上味噌に使っていたにしては、衣類の生地の色が残っていることなどを挙げ、5点の衣類は発見直前に入れられた、捏造以外にありえないと主張しました。事実が捏造だから、捏造ということをですね、はっきりと裁判所にも皆さんにも認識をしていただきたかった。捏造ということをベースにして頭に置いて考えると、血液例えば血痕の付着の状況のですね、不自然さも説明できるしとかですね。一方、静岡地検の奥田洋平次席検事は、あそこまで変わっていると正確な事実認定を読み取ることは難しく、逆に誤った事実を読み取ってしまう可能性すらあると思うとコメントしました。